やってまいりました。やってまいりました。どうですか今の気持ちは。いやーでも1回目の時より、うん、ちょっとリラックスしてるかも。そうなんですよね。アイスさんもそうですか。そう、うん、いやだからもう楽しみだなっていう気持ちがすごく勝ってる。前回はマジで緊張のみって感じだったけど、楽しみだなという気持ちがもう、うん、前回2020年7月の18日、夏でしたね。夏だったね。だから半年前とかぐらいになるのか。そうですね。もうあれからいろんなことがあって。あれ半年前なの。そうですよ。うわそっか、いろんなことがありましたね。時が経つのは早いです。早いもんで、うん、ねラジオを聞いているあなたはどんな年末年始を過ごしましたかっていう感じなんですが、うん、いくらちゃんは年末年始、まあ年末はね、はい、私たち、うん、紅白歌合戦にね、はい、初出場させていただいて、はい、もう慌ただしくも幸せに年末を過ごさせていただいて、うん、はい、1月1日何してた。1日はでももう、うん、疲れすぎて、うん、もう家帰って、うん、何時間寝たんだろうみたいな。あぐらい。死ぬほどもう重い、もう何なんだろう、もう意外と緊張してんのかも。あ今がね。今急に緊張きた。突然。そう、うん、でもなんか本当にこんなに寝たのいつぶりだろうみたいなぐらい寝ました、うん。寝ませんでした？寝ました。あの紅白歌合戦にまあ初出場させてもらって、うん、でまあパフォーマンスで終わって。で、うん、でまあ打ち上げ的なねことというか、うんうん、まあ本当2020年お疲れ様でした、うん、来年もよろしくお願いします会っていうのも全部含めての、うん、まあ打ち上げみたいなものをやりまして、うん、でみんなであの生き残った人間たちで初日の出をね見てからあのみんなそれぞれ家に帰っていったんですけど、ね、僕もそこからだから朝方ですよね家帰ったのが、うん、寝に寝て起きたらちゃんと起きたら1月2日だった。あだから丸1日寝たんだ。そう丸1日なんかぼやぼや起きてツイッター見たりとかしてたけど寝まくってたね。ほぼなかったことになってほぼなかった。もう相当ね緊張したじゃない。まあその紅白の話なんですけど、ね、紅白なんしますか。マジで緊張したじゃない。もうもうブルブル震えてましたよね。ブルブル震えてた。でそれも本当なんなら1ヶ月前ぐらいからブルブル震えてたわけで、でいざ本番ってなって、まあ僕はねもういろいろといくらちゃんからは聞いてるけど改めてどうだった、うん、あのステージは、はい、いやー本当にもう直前まで私、うん、この顎のあたりぐらいまで、うん、泣きそうになってて、うん、もうここまで来てて、まあそうね、もう私このまま歌えるかなっていうぐらい、うん、呼吸浅くなっちゃってて、うん、なんかこう、うん、ボイトレの先生にずっと一日見てもらってたんですけど、ね、先生に一生懸命下ろしてもらってその上がっちゃってるの、上がっちゃってるものを、もうあのなんていうんですか、あの妊婦さんの出産の時みたいなヒーヒーフーみたいな感じで、そうね、もう落ち着かせて落ち着かせてってやってて、それぐらいもう緊張でバッキバキで、うん、でもなぜかその開始歌い始める20秒ぐらい前に、うん、なんかスッて集中したタイミングがあって、うんうんうん、そこからはもう一瞬でした。一瞬だったね。あやせさんどうでした。まあ、でも俺もそんな感じかな、まあ、本番は本当に一瞬だったよね、うん、記憶ないというか、うん、記憶が気がついたら始まってて気がついたら終わっていたという感じで、でまたその中継でね今回僕らはやらせていただいて、うん、角川武蔵野ミュージアムというね、そうなんですね、本当に素敵な場所で中継をつないでいただいて、うん、実際に演奏するっていう感じだったんですけど、うんうんうん、だから言ってしまえばその NHK ホールの方でこう実際に行われている紅白の現場の空気感みたいなものはその生身で僕らはさ、うんうん、感じないじゃん、うんうん、だからイヤモニっていうねそのモニターをねイヤホンみたいなのをつけてるんだけど、うん、そこに返ってきてる音声は、うん、でも紅白の会場の音声が返ってきてて、うんリアルタイムでテレビで流れてる音なんですもんね。そう、それがここで帰ってきてて、うん、で本番30秒秒前ですってなってから、うん、そのねいろいろ聞こえてきて、うん、本当に始まるんだっていうあの緊張感、うん、やばかったよね。やばかったですね。なんか一個前の方が三山ひろしさんで、うん、あの剣玉だったんですね。剣玉ね。もうあの私たち剣玉成功するのを見届けてというか、うん、聞き届けてね、ずっと耳でしかあの何が起こってるか分かってないから次々って思いながらもう、ね、剣玉成功したおめでとうございますみたいな、そう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 、これは記録壊しうわーってなってて、で俺はそれにうわーって喜ぶだけの余裕ないんだけど、ごまかすためにうわすごいわーって言ってあのステージ上でね、ギネス記録更新みたいな、ではい残り20秒ですみたいなって、うん、すさまじい緊張感だったね。
そう、なあ、もうあれ忘れられないですね、一生忘れられない、本当に一生忘れられない、うん、もうでもいい経験させてもらいましたね、うん、今年も頑張っていきたいなと思っております。はい、はい、あの家族とか親戚とか友達の反応どうでした、綾瀬さん。いやもうあなたもそうだろうけどって話だけど、うん、バチクソ来たよねバチクソ来ましたね、まあ、家族はねもちろんもうずっとやり取りもしていたし、うん、なんならね裏話的に言うと僕とイクラちゃんは、うん、あのお互いの両親というか家族に始まるなんか前の ね、 前のね休憩みたいな時間の時に初めてビデオ通話でね、そうそう両家顔合わせみたいな、両家顔合わせみたいなってあいつもお世話になっておりますあやさんのご家族にご挨拶と うちのね家族にあやさんがご挨拶して、いやね家族もすっごいゲリラすぎてびっくりしてて、うん、ね、もうすっぴんなのにみたいな言ってました。そう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 、 うちの母親はもうちょっと化粧するからもう一回後でかけたやつって言ってたから言ってましたね。あれもね良かったですけど、いろんな人の思いを乗せてやれましたね、うん、はい、というところで今夜は僕たちがリリースする CD、はい、The Book について、これも日付変わって本日が発売日でございますについて、うん、たくさん話していこうと思いますので、うん、それでは行きましょう。はい、せーの、 YOASOBI のオールナイトニッポンゼロ。改めましてこんばんは、 YOASOBI の綾瀬です。こんばんは、 YOASOBI のいくらです。はい、いつもこの時間はね、あこれ俺が読むことじゃねえわ、いくらちゃんが読む緊張してるみたい緊張してるのかないつもこの時間はクリーピーナッツのお二人が担当しています、うん、先週の放送でいろいろ盛り上げてくれたみたいなんですけどね、はい、あの私たちも聞かせていただきました、ね、めちゃめちゃ面白かった、本当に嬉しいしね、いい加減気づけってことっていうあのやりとりがめちゃめちゃ面白くて、そういうことですよ本当にあの本当に、まあ、あのね、ツリーの大先輩ということで、うんうん、大先輩ですよ、はい、本当にあの春の改編、夜遊びがレギュラーになるんじゃないかとか日本放送にとってクリーピーナッツは遊び、要は遊び、うん、イコール夜遊びみたいなそういうことなのかっていうことなんですけど、クリーピーナッツさん、はい、そういうことですっていうのは嘘でオールナイトニッポンゼロの大先輩なので、はい、めちゃめちゃに尊敬しております。いや本当に、しかももうクリーピーナッツさん本当に僕めちゃめちゃ好きで、うん、昔からめちゃめちゃ曲も聴いてて、うん、だから普通にあのオールナイトニッポンでその夜遊びの名前をクリーピーナッツの2人がその出してくれてることがもうめちゃ嬉しいかと、感動でした。そう、いや本当に、うん、ということでそんな今夜は生放送でございます、はい、こんなメッセージテーマを用意しました。3人目の YOASOBI メンバーオーディション、はい、こちらですね、紅白歌合戦初出場、はい、今年は初の CD 新曲も出していきます。そんな2021年の YOASOBI はより去年よりも忙しくなると思われます、うん、そこで、番組スタッフがですね、はい、綾瀬とイクラの2人だけだと YOASOBI が回らないのではと勝手に心配をしてくれて新メンバーを募集することとなりました。お、うん、どうなんですか、どう思いますかこの件いやね、確かにこれ一人増えるってだけでもちろんユニット全然変わっちゃうけ ど、うん、るけど確かにありがたいことに忙しくなってますからね、うん、ちょっと手が回ってないところもありますね、ありますね、それは本当にそうなんですよ、かゆいところに手が届かない時みたいなのもやっぱありますから、うん、3人目心強いメンバーが入ってくれたらより潤滑に YOASOBI の活動が進むのではないかというところで、うん、はい、もう我こそは YOASOBI にふさわしいという方はですね、長所、PR、持っている資格などを書いてメールをしてください、うん、そして良ければお電話番号も添えていただけると、もしかしたらお電話をしちゃうかもしれないよというところでございます。まあこれはオーディションですね、僕らが、うん、もうちょっと私ちょっと憧れてたんですよ、私オーディション番組とかめっちゃ見るの好きで、うんうんうん、オーディション審査があったのちょっとなるほどね、しかもねシンガーソングライターとしてもあの、うん、オーディション出たりしてたもんね、そうめちゃめちゃオーディション決定してたんで、だから今回はあの選ぶ側です、偉そうに面接官のようにやっていけたらなと、はい、はい、やらせていただきます、はい、さらにさらにこんな企画も用意しています。初めての CD 物語、はい、明けて今日ですね、 YOASOBI 初となる CD The Book をリリースするということで、はい、初めての CD にまつわるメールを募集しようと思います。はい、文章の中に初めてと CD が入っていれば OK です、ハッシュタグ、うん、例えばですね、初めて仮パックされた CD は Going Steady の桜の歌でしたとかとかとかすごい例えだなでモンスターファームで初めて CD を使って生み出したモンスターはディノのアジャパノドンでした、ちなみに CD は角田ヒロのメリージェーンでしたなどなどって、これ怖すぎるんだよ、これわかんないよねイクラちゃんはね、俺もギリわかるかなぐらいでも、モンスターファームっていうね CD をこうあの中に入れたら、それにこう
合わせてそのモンスターが生成されるっていう激おもろゲームがあったのよ。そうなんだ。そうでまたこれもそのめちゃめちゃ売れてる CD だから強いモンスターが出るってわけでもなかったりするっていう、まあ激おもろゲームがね。あ、そういう感じでとにかく何か思い出があるような。そう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 、まあ、初めて CD と初めてにまつわるなんかエピソードなんかを送っていただければと思うんですけれども、はい、よろしくお願いします。はい、グロちゃんちなみに初めて買った CD とかって何か覚えてますか？私は覚えてる限りだと買ってもらった CD で、うん、あのハイスクールミュージカルのサウンドトラックです。洒落てるんだよね。サウンドトラックを初めて買うっていうのすごい。いやーなんかこうディズニーチャンネルめちゃめちゃ好きで、うん、でそこで歌って踊ってる人たちめっちゃかっこいいと思って、うん、一緒に歌いたいと思って買ってもらって。なるほどね。それを完コピしてます。何歳の時ですかそれ？6歳7歳とか8歳とか。うんさっきスタッフさんともね言ってたけど、うん、その一桁の年齢の時にサントラ買うっていう発想普通ないんだよなみたいなえ、そうですか？サントラ皆さんどうですか？買ったことないですか？あんまり。でもそれぐらい好きだったんだね。うんうん、はい、あ、綾瀬さんは？私、うん、私の初めて買った CD ですか、うん、オレンジレンジのムジークというアルバムですね。あ、維新伝心とか花とか、うん、ロコローションとか、うん、もう激名盤です。神版神版、うん、私も結構知ってる曲が入ってます、ね、でしょう、はい、もう俺らの世代、僕でもその時小学校3年生4年生とか、うん、それでだから6歳差だから幼稚園とかの時でも覚えてるぐらいだから、めちゃめちゃ名盤の名盤、めちゃめちゃ名盤の名盤よ。爆売れしてたと思う。そうですよね、うん、みんな持ってたし、うん、結構同世代でも初めて買った CD 何ってなったら、うん、ムジークっていう人結構多いの。あ、そうなんだ、うん、ぐらい、まあ、っていうようなね思い出のある CD みたいなお話をぜひぜひメール送ってということで、さらにさらに、こんな企画もあります。夜遊びエール神社へ初詣に行こう。はい、なんぞやっていう話なんですけどお正月といえばね、はい、初詣です。で、三が日はもう過ぎたんですが、初詣をしたいという方ぜひ参加してください。まあ、どういうことかと言いますと、悩み事だったり応援してほしいことなどを書いてメールを送ってくれますと、夜遊び神社のイクラ神、神は神ですね、イクラ神が電話でエールを送ってくれるかもしれません、うん、ということなので、電話番号もぜひ一緒に書いて送ってくれればと思います。はい、はい、ここ書くだしんって書いてあります。書くんだしんって台本に書くんだしんって書いてあります。これはね、うん、私のキャラじゃないのでちょっとやめます。まあ、イクラ神ってね、はい、でもイクラ神として今日はちょっとエールを送らせていただきますので、ぜひどしどし送ってください、うん、緊張してる？ちょっと緊張してる？はい、はい、ということで、メールはこちらに送ってください。yoasobi@allnightnippon.com yoasobi@allnightnippon.com 番組を聞いての感想もぜひお寄せください。はい、ツイッターでもどんどん盛り上げてください、うん、ハッシュタグ yoasobiann0 をつけてつぶやいてくださいね、うん、はい、さてこの番組はスマートフォンアプリのミクチャでも、うん、東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています。はい、カメラどこだ？カメラこっち。いやいや、こっちもかな。はい、これはですね、さらに放送終了後にはミクチャ限定のアフタートークも生配信させていただきます。ミクチャはですね、ミクチャのアプリをダウンロードして、うん、オールナイトニッポンゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見れるので、ぜひぜひよろしくお願いします。うん、はい、オールナイトニッポンゼロでも、ぜひミクチャでも、お楽しみくださいということで、はい、はい、このあたりで1曲お送りしたいんですが、はい、今からお送りする曲のまあちょっとした紹介をさせていただければなと思います。うん、次に、今から流す曲はですね、ビースターズ、アニメビースターズの第2期のオープニング、はい、僕ら、うん、初めてのねアニメの主題歌を務めさせていただくということでの、はい、そんな楽曲になっておりまして、でテレビの第1話の放送がもう約24時間後ですね。そうですね、はい、には始まりますし、ネットフリックスの方ではもうすでに第1話を放送しているということで、はい、まあ、楽曲としてはね、うん、新境地というか、めちゃめちゃ新しい扉開いた曲になりましたね。開いたね。もう今日の0時から、そうなんです、はい、ですね、配信は始まっておりまして、しておりまして、あと YouTube ではノンクレジットバージョンで、うん、そう、オープニングの、ね、映像がもう見れますので、はい、そちらもぜひぜひというような楽曲でございます。はい、では曲振りをお願いします。はい、それではまず聴いてください、 YOASOBI の怪物。あ、すば
夜遊びの綾瀬といくらです。はい、夜遊びのオールナイトニッポンゼロ生放送でお送りしています。はい、ということでここでメールを一通ご紹介させていただきます。はい、ラジオネームあいあいさん。あいあいさん、去年の夏の放送から夜遊びを知って聞いてるけど、紅白を見た時はびっくりしたね。あの日チワワのように怯えた声でラジオをやっていたトーキングベイビーたちが立派になったもんだよ。もう俺が教えられることは何もねえ。おめでとう、卒業だアバよ、ということでね。もうじゃあもういないのかな今。もう見てないの、もう見てくれてないのかな。紹介したよ、スッと切ったのかな、もう何もねえわ、潔いですね。いや、よかった。でも確かにチワワのように怯えた声でラジオやってたと思うよ、声震えてたもん、多分震えてた、いろいろ考えてね。うわ嬉しい、ありがとうございます。その時からずっと追ってくださって、ね、成長を共にね、あれちょっと見てくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。何を教えてくれたんだろうな、あいあいさんは。ねえ、どうでしょう、何でしょう。ね、いっぱいになりましたかね、僕らもね。はい、はい、頑張っていきたいなというところなんですが、もう一つメールご紹介します。はい、ラジオネームブブゼラボーイズさんですね。昨年の夏の放送からずっと気になって年を越してしまったんですが、結局コンポーザーって何なんですか。あれですよ、コンポーのプロですよ。ちょっとまだ終わってないから読むね。途中だったんだ。3行目でぶっこんできたから。どうぞどうぞ。紅白の三山さんの後ろでけん玉をやっていた方々もコンポーザーだったという認識で間違いないですかっていうボケを一個潰されたみたいになっちゃってるけど、すいませんね、ブーゼラボーイさん、本当にあのお酒に行かせていただいて、すいません。じゃあコンポーザーって何なのかは、まあ僕は当たり前なんですけど説明できるので、いくらちゃん説明してもらってもいいですか。コンポーザーですか。はい、これもうボケなしでちょっと一回本当に説明してもらおうかな。それは、作詞作曲をする人ですよ。ボケた方が良かったんですか。いやいや今の間違いない、その通りだっていう、もう完結してるからね。うん、そう、コンポーザーっていうのは作曲作詞をやって、まあ、あと僕に関して編曲もですね、だから音回り基本的に全部やっているよというのを総称してコンポーザーという呼び方をしております。はい、で、まあ、よく言われるのがさ、プロデューサーではないのみたいなとか、あと結構間違えて普通にプロデューサーだと思ってる人もいるけど、僕はプロデューサーではないんですよ。YOASOBIのプロデューサーってなると YOASOBIをプロデュースしてる人になるから、僕は YOASOBIをプロデュースしてる人ではないので、YOASOBIのもうメンバーとして楽曲を作るというポジショニングの人、でいくらちゃんは歌を歌ってくれるポジショニングの人ということで、コンポーザーの綾瀬とボーカルのいくらという2人でやっているユニットが YOASOBI ですということでございます。はい、いやでもこれはね、ブブザラボーイズさんだけじゃなく本当に気になってる人ってやっぱり全然いるし、僕自身もコンポーザーだねって最初にそのスタッフさんに言われた時に、コンポーザーって何っていうやっぱりあったの。聞き慣れてはいないですもんね、あんまりね。はい、ということで、まだまだ僕らのことを知らないという方もたくさんいらっしゃると思いますので、改めて簡単に自己紹介させていただければと思います。はい、はい、YOASOBIは小説を音楽にするユニットでございます。はい、ボーカロイドプロデューサー、いわゆるボカロ P の私綾瀬とシンガーソングライターのいくらによる2人組のユニットです。で、こちらですね、ボーカルのいくらさん、いくらちゃんはシンガーソングライターの生田リラとしても活動をしております。はい、はい、そしてコンポーザー、私綾瀬も、ボカロ P として今ももちろん活動をしております。その延長線上の活動として2人で YOASOBI をやってるという感じです。はい、はい、で最近の活動についてなんですけれども、いくらちゃんが二十歳になりました。そっか、前回はまだ19歳だった。前回まだ19歳だったので、二十歳になっちゃったが、そうだね、7月の放送から2ヶ月後かな、ね、9月に二十歳になりましたよということで、はい、どうです、前回よりもちょっと大人に慣れてるといいですけど。そうね、まあでもね、さっきも立派になっても何も教えることはないって言われてたから、大人になった効果かもしれないね。はい、でこれは結構ね、インタビューとかでもいくらちゃんが2021年個人的にはどういう目標を掲げたいですかみたいな、でいつもあれを言ってるじゃないですか、その、あ、私に言った方がいい、言ってほしいってことですか。はい、大人化計画を、大人化計画、一人でちょっとエコーみたいなことしてエコーかけようとしてる気持ちは伝わってる、めっちゃ大人化計画、大人化計画はね、はい、を進めておりまして、そしたら具体的にはどういうのをやっていこうとしてる、ちょっと企業秘密です。あ、企業秘密なんだ、それ、はい、これはちょっと言えないです。あ、言えないんだ、なるほど。ヒントは、なんだろうな、勝手に私一人エコーやった。なんかもう内面的にも外見的にも、ちょっと大人に
何も言えてない。いやちょっとそこやっぱ企業秘密なんですよ。企業秘密なんだね、うん、これは言わない方がかっこいいです。そっか、気づいたら あれ気づいたら大人になってんだ。あれリアちゃんちょっと大人じゃない、イクラちゃん大人じゃない。なるほどね、そうなんです、企業秘密だそうです、うん、なのでもう気がついた頃には今年のもうなんか年末、うん、2021年の年末とかには、うん、いつの間にかすごい大人になったイクラちゃんっていうのにみんながハッと気づくっていうことですかね、うん、はい、それでお願いします。はい、はい、やっているということです。で、うん、初詣行きましたかっていうところをねここ書いてあるんですけどね、うん、初詣行きましたし、うん、イクラちゃんとも一緒に行きました。一緒に行きましたね。一緒に行きましたよ、つい2日前だか3日前だかにね。で神社に、そう神社行って初詣して、うん、であれおみくじをね、そうおみくじ行きましたね。私たちはね、まあ、2人揃って吉だったというね。いやでも吉って微妙に感じるけど、うん、大吉の次なんですよね。そうめちゃめちゃいいのよ。めちゃめちゃいいんですね。めちゃめちゃいいのよ。もういい部類だから、だって結構細かくさ、うん、こうあってさ、うんうんうん、その中での上から2番目だから吉は結構いい。結構いい。しかもだっていいことしか書いてなかったもん、うんうんうん、読む限りはね。なんか大吉じゃなくて逆にいいですよね。だまだここからあるみたいな、ね、調子乗るなみたいな、うん、なんか洗礼を受けた感じがした。そうだね、だしまだ上がっていけるぞみたいな、ね、感じをね。そうですね。でみんなで絵馬もね、うん、書いて、そうとある神社に絵馬があります、ね、夜遊びが書いた夜遊びあ痩せいいかなってめっちゃ書いてなんかなんていうかさらなる活躍をみたいな、ね、そう書いてある。であのちょっと気づいてほしいから、うん、ちょっと分かりやすいところに見せるんでこれちょっと誰か気づくかねって言って、誰か気づかないかなって言ってね。でも本当にこうあのお参りする時も、うん、マジで誰一人も気づかれなかった。誰にも気づかれることなく、そんなに変装という変装もしてなかった。いやもう僕なんかただの僕でしたから、ただの綾瀬さんでいて、イクラちゃんはねちょっと帽子かぶってみたいなのが ねやってみた感じありますけど、ただの綾瀬だったんですけど、ね、そうでしかも、うん、結構人行ったもんね。そうなんやかんや、あのまあね距離とかは割とありましたけど、うん、ちゃんと人と人との距離はでもねちょっと悲しかったよね。紅白の後だったもん。まあ正直あるかなと思ってたけどた、ね、しかも夜遊びでいるわけじゃん。おのおのならまず完全体の夜遊びで揃ってても、うん、あ気づかれないものなんだねねと思って、はいっていう感じですね、うん。そして12月にはですね、うんうん、群青の MV が公開されましたよというところでして、はい、結構こちら反響いただきましたね、うん、反響いただきましたね、うん、で結構びっくりされた方もいるかなというふうに思うというか、うん、イメージされていた多分群青とはまた全然こう違った表現の仕方の、ねうん、映像というか、まあ、僕は個人的にめちゃくちゃ好きなんですけど、私もめちゃめちゃ好きです。あれすごいよね、うん、なんかうまく言葉にできないけど、うんうん、すごくなんか心をかき乱す、いい意味でかき乱されたというか、うん、俺ちょっと泣きそうになっちゃったもん初めてその上がってきて MV が確認チェックした時、めちゃめちゃいいじゃないですかつって、ね、そうでしかもあのサムネがさ、うん、赤いのよ群青、そう群青なのに、そう群青なのに赤いのよ。それどうなのかなって思ったけど、うん、俺的にやっぱりあのシーンが一番こうサムネに引き抜きたいシーンだったのに、うんうん、もあえて赤みたいなことにしとくかみたいなので、うん、そうでもここそう使いたいからっていうのでね、赤い、うん、群青なのに赤いサムネなんですけど、うん、まだちょっと見てないよっていう人はぜひ見てください、うん、めちゃめちゃこだわってるしめちゃくちゃかっこいいので、うん、よろしくお願いします。見てください、はい、いう感じでございます。まあそして明けて今日ね、あの、うん、YOASOBI 初の CD ザブックが発売ということで、はい、なので昨日がねフラゲビで僕らも実際に、うん、あの数店舗ご挨拶にね行きましたね、回らせていただいて、はい、いやねちょっと言っちゃうけどさ、うん、もうお店をジャックしてるかのような大展開をしていただいていたりして、本当にありがたいことに、あの渋谷の蔦屋店さん の、うん、あの外にある大きい、うん、あのザブック、そうザブックデカザブックがね、そうこれねちょっとみくちゃん見てくださってる人にね、こっちでやった方が見やすいのか、近くで、えそこに映ってるの、あこれあそうなんだ、うん、そうまあ、CD の、 あの仕様っていうものをね、あのラジオで聞いていて、あの興味がある方はぜひツイッターでも出してるので見てもらえればなんですけど、そうこだわりにこだわり抜いたこのザブックの CD のクソデカ版がね、うん、そうオブジェっていうのかな、オブジェだね、スクランブル交差点の前のところにドーンってあれはちょっと震えたね、ちょっと震えましたね、圧巻だった、なんか渋谷をジャックしてやった気持ちになるというか、うん、なんか私特に渋谷の蔦屋前でいろいろこう、うん、
まあ路上ライブとかこうやってた経験があって、ね、あそこでもうね、血も汗も血は垂らしてない血は垂らしてないよね。何してたの？喧嘩とかじゃない間違えた。でもね、泥水すすって路上ライブして、うん、なんか時にはこうね、罵られたりしながら、ね、いろんな人いるからね。そうそうそう、うん、一生懸命あそこで叫んでた自分が過去にこうフラッシュバックして、そうだね、まさしくあそこだもんね。すごいこうエモい感じになりましたね。激エモですよ。しかもまたこれ、ね、あのさあ、うん、オブジェのすごいところがさ、うん、あのまあ明日から正式にね、まあ今日からか、うん、発売っていうのでこう並ぶんだけど、毎日ページが変わるのよ、うん、めくられていくんです。そうそうそう、すごくない？すごい、毎日やってくださる方がいる。そう、あのめくるためだけに業者さんが動くらしいんだよね。ありがとうございます。そう、紙ではないのでね、もう本当にあのこれに限った話じゃないんですけど、うん、本当に大勢の人の一人のスタッフさんの手によってあの発売させていただいてるなっていう、もう本当にしみじみと感じておりまして、もう皆さんもういろんな人の力を借りないとね、うん、ここまでのことって本当できないんですよ。簡単なことじゃないので、はい、実際にこうそのタワレコードさんだったりツタヤさんだったり、うん、いろんなところに足を運んで本当にそれは実感しましたね、はい、そうですね、うん、まあそんなそんなね、もう思いがたっぷり詰まったザ・ブックの中からね、はい、ここで一曲お送りしたいんですけれども、はい、まあ、ザ・ブックのお話はまたこの後たっぷりしていきますので、そんなザ・ブックの中からこちら、はい、いくらさん曲振りをお願いします。はい、それでは聴いてください。 YOASOBI でアンコール。
お送りしたのは夜遊びでアンコールでした。はい、こちらあのフルがラジオで流れたのはアンコール初なんですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでここからはそんなアンコールも入っております初の CD ザ・ブックの話をしていきたいなと思います。はい、はい、まあ、基礎情報から言っておきますと、1月6日本日リリースのザ・ブックについてですね、夜遊び誕生1周年約1周年初となる CD、うん、ザ・ブック、そうなんですよ、うん、初めてなんです CD 出すの。はい、ずっとねデジタル配信という形でこう単曲でずっと出し続けてたんですけれども、うん、初めて、こうちゃんと CD としてパッケージで、うん、あの出すことができましたよという感じでございます。じゃあ収録曲、うん、行っていきますか。はい、じゃあザザザッといくらちゃん言っていってください。1、はい、1エピローグ、うん、2アンコール、はい、今聞いていただいたね。3ハルジオン、はい、4あの夢をなぞって、うん、5多分、うん、6群青、うん、7はるか、はい、8夜にかける、うん、そして最後9プロローグ、はい、いう流れになっております、うん、7じゃなくて7っていうタイプなんだって思いながらなんでだろう、わかんないけど、はい、ということでね、あの今聞いていただいたそのアンコールがリード曲として入っているザ・ブックでございます、はい、でこちらですね CD ショップ別の、購入者特典の特製バインダー用オリジナルインデックスというものもついてくるよというところで、うん、ちょっと場所によってはもう売り切れ出しているところもちらほらということなので、うん、あのお買い求めはお早めにという感じでございますね、うん、こちらのなんと曲ごとの MV クリエイターさんが書き下ろしてくださったオリジナルインデックス、うん、めちゃめちゃめちゃくちゃ可愛いので、はい、ぜひあのオフィシャルのツイッターなんかでこうどういうのだよというのはもう全部情報はこと細かに詳細出てるので、うん、気になった人は見てみてください、うん、はい、はい、ということでちょっとザ・ブックについていろいろと触れていきたいんですけど、うん、ザ・ブック、じゃあまずタイトルの由来はというお話でして、はい、まずこのザ・ブック考案者、うん、実は、はいはい、あやさんでございます。私でございます、はい、あのねザブックそのタイトルをね、うん、いよいよそろそろ決めなきゃいけないぞという会議を、うん、あのみんなで中華料理屋さんでやったのを覚えていますでしょうかあの丸い、ね、そう丸い、何な中華テーブル的なのでね、みんなでなんかの現場終わりに、うん、スタッフチームで4人で、うん、もうなんか200個ぐらいずっと言ってましたよね。もうね脳止まってたから完全にねもうなんか思いついたもの餃子ユーレンチェみたいな考える気ねえだろみたいな、ね、やばくないだって夜遊びファースト EP ユーリンチ何人ぐらいなでもどこになんかあそれみたい なんか言葉のリズムとかきっかけがあるか分かんないからっていうのでとにかく、ね、そう、 うちのスタッフに一人本当にただ思った言葉を喋るだけの人がいるから、ね、そういうああいう時ね、ああいう会議の時目についたものの名前言うから、ね、ずっとねマイク人一番神みたいな、ね、すごい言うからそうそうそうっていうのの中で、まあ、割と無邪気な感じでザ・ブックどうですかっていうのは僕はそこで言って、うん、で潔よくていいですね。そうなんかね初めての出しシンプルにいきたいっていうのはあって、うん、でまあ、そしてあのさっきもね YOASOBI の紹介の中で言いましたけど小説を元に音楽を作るユニットですので、はい、まあ、そういう意味でもねで今までの YOASOBI をこうギュッと詰めて、うん、で実際にそのねこの CD のパッケージの感じを見ていただいたら分かるんですけど、うん、本当に何だろう歌詞カードとかもただの歌詞カードじゃないじゃん、うん、もう本当に小説の物語をこうそのままデザインにも落とし込んでっていう、うん、もうちょっとねみくちゃん見れてる人にはごめんなさいマイクなってちゃったそうもうすごいのよめちゃめちゃこだわっておりまして、うん、なので本当にいつも僕らがね最近言ってるんですけど1枚の CD というよりはもう1冊の CD のようだという出来に仕上がっておりまして、うん、なんでそういう意味も込めて本当本だね1冊のもうそうですねアルバムっていうのも本当にそういうアルバムのような、うんうんうん、今までの夜遊びがこうギュッと詰まっているしこれからの夜遊びっていうものをねこう感じてもらえるような1冊の CD に仕上げましたよというところからザ・ブックというタイトルを付けさせていただきました。はい、はい、これ本当にパッケージすごいでバインダーになっておりまして、はい、ね、あもうやっぱり見せちゃいますか。あもう一回見せちゃう。これ ねすごいんですよ本当に。あこっちで見てもらったら、そのバインダーの仕様になっていて一枚一枚の歌詞カードっていうのをパチンとこう封じ込めるようになっておりまして、うん、はい、だから言ってしまえばこれ好きに組み替えたりすることもね、そうなんです、できるわけなんですよ。だからお気に入りのとかもいいし、うん、あのリリースした順番とかに並べてこう YOASOBI の歴史をたどれるようにしとくとかでもいいしっていう感じで、うん、でもう何でも入れていいので、そう何でも入れていいのよ。もうなんか好きな
なんか私たちの、うん、例えばアーシャとかを切って貼ったりとか、で僕らもその CD 以外にもさ、いろいろと何かしら出たりとかすることもある中で、何パンチマシーンみたいなのでさ、パチンって穴開けちゃえばさ、ここに封じ込めていけるから、なんか自分たちが YOASOBI をねこう聞いてくれる中で、なんか思い出深いことだったりとかがあったら、全然もうこの中に、このザブックの中に入れて、本当に自分のアルバムのように楽しんでくれていいというか、こうコレクションしてもらって、そうコレクションしてもらってっていう、なのでこう買って終わりじゃないというかね、そこからさらに自分たち色にこう染めてくださいっていうようなものになっておりますので、すっごくこだわりにこだわって、本当にこだわりにこだわって、だって曲ごとのね歌詞カードの紙の材質違うんですよ、 違うんですよ、すごないこれマジで、これ例えば、ハルジョンはハルジョンツルツルだよね、ツルツルだったり、わかりやすいので言うと群青じゃない、群青かな、群青がこちら、ね、和紙みたいなね、その曲の世界観とかイメージとか、でそこに書いてあるデザインとかに合うように、その紙質にも、だからその触ることによって分かるそのなんか感覚の違いというかね、僕らも本当にジャンルにこう縛られずに、いろんな音楽を、いろんなその原作の小説をもとにいろんな音楽をこう作り出しているユニットではあるので、なんか本当にこの1枚でいろんな YOASOBI の顔が見れるし、今までの YOASOBI が知れてっていう、マジこだわって作ったからね、本当にそのなんだろう、やっぱりこうし、なんだ、配信リリースをずっとしてきたからこそ、その手に取れるものとしての、その価値っていうか、それをすごくこだわりにこだわって作っていきました、そういう一枚になっております、はい、ちなみにちょっと最後に一個だけ、多分気になってる人が多いと思うので、うん、どうしてエピローグが最初で最後がプロローグなのという、逆じゃね、あやさん間違えてんじゃないのっていうやつがあるんですけど、これはまあもちろんわざとやっておりまして、まあ、本当にエピローグの後に来るのがアンコールっていうことで、まあ、アンコールなのでね、で終わりから始まっている、でそこからずっと辿っていって、夜にかけるが8曲目にあり、最後に9曲目プロローグが入っていて、プロローグですから、今からまた始まっていく YOASOBI の物語の、またこう、まあ、To be continue みたいな感じというか、ここから始まるっていうものをまた感じてほしい、ここで終わりじゃないんだよっていう、次の YOASOBI も感じてほしいという理由で、こういう位置づけになっておりますという感じですね、ここからがまた始まりというか、幕開けというか、そういうことでございます、ということで開けて今日発売です、気になる方はぜひ The Book で検索してみてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ということでザブックからお届けします。それでは聞いてください、 YOASOBI で遥か。
お送りしたのは YOASOBI で遥かでした。この後はあなたからのメールを読んでいきます。はい、20歳になったらお酒を飲む機会が増えると思います、うん、なのでビールの栓抜きお願いします。よっしゃ行くで。さあ行こう。やったことないんだけどいけるかな。さあ行けるか。これの向きでいいのかな。さあわからない。俺は何もアドバイスしないよ。行きますよ。3、2、1。あれ待って、あ、あ結構立ち上がんないと。あー、おー、行った行った。うわ、いい音。あ、いい音。これはどうだろう。はい、ということでビール瓶の栓抜きチャレンジ判定は、いや、大人っす。うわー、さすが大人じゃないと栓は抜けませんから。あ、じゃあ大人の階段登ったということで、はい、YOASOBIのオールナイトニッポンゼロ。YOASOBIのオールナイトニッポンゼロ、綾瀬といくらがお送りしております。生田でございます。はいラジオの前のあなたからメールが届いています、メッセージテーマは3人目の YOASOBI メンバーオーディションです。はい、では読ませていただきます、パンパパンさん、うん、誰よりも美味しくコーンポタージュを飲むことができますコンポーターとして YOASOBI を盛り上げていきたいと思っています。よろしくお願いしますとのことですけれども、笑ってしまった。ちょっとなんか不意をつかれた感じがあった、うん、私もこれちょっとちょっと笑わさ、うまいですね。うまいな。なるほどね。そっか、コンポーザーにかけてくるのか、その発想ね、うん、角度が斜めなんだよな。結構良かったですね、うん、今ちょっとうってなった、うん、結構これちょっとどうですか、それコンポーター。コンポーターね。でちょっと私パンパパンで伏線回収してるじゃないですか、うん、朝はあ、そういうこと。パンパパンのコンポタ。コンポタ。そうだろ。もうちょっと天才かよ。すごい、すごくない？やば、幅広がりそうだな、YOASOBI入ったら。すごいですよ。ちょっとありありですよね。ちょっとありかも。やっぱり私たちにそういうなんか、うん、ない、そういううまさってないんじゃないですか。わ、ね、うん、かりやすくうまいもんね。わかりやすくうまかった。しかもハッとさせられたし、その伏線回収感みたいな。うん、ちょっと。保留にしときますか。ちょっとまだ一人目なんで。そうだね、うん、まだここだけでは決めれないけど一旦保留にしとこう、はい、ただ今いい線ですね。よかったです。パンパパンさんめちゃめちゃいいです。はい、ありがとうございます、はい、それでは引き続きあなたからのメールをお待ちしております、ハッシュタグ YOASOBI ANN0 をつけてつぶやいてくださいね。うんねちゃんやっちゃえ、これここで読むんじゃないの。あ、そうだよね、メールアドレスじゃない。すいません、うん、そう、ハッシュタグって言い出したからそんなメールアドレスだったっけすいません、引き続きあなたからのメールをお待ちしています。メールアドレスは yoasobi@allnightnippon.com yoasobi@allnightnippon.com。 はい、はい、すいません。そうです。それでツイッターでも盛り上げてくださいということでございます。はい、はい、では続いてはこちらです。あなたよ。私です。初めての CD 物語。そう生まれて初めて。めちゃ大丈夫？一回崩れちゃったね。はい、じゃあ読んでいきますね。はい、はい、シドニーのコアラさんでございます。はい、
初めて座薬を入れながら聞いた CD は平成ジャンプのウルトラミュージックパワーです5歳くらいの頃熱を出してしまい、解熱のために初めて座薬を入れた時のこと、座薬にビビって大泣きで嫌がっていた僕に困り果てた母が、平成ジャンプのウルトラミュージックパワーの CD を流して気を紛らわせてくれたところ、見事座薬を入れることができました、10年以上前の話なんですが、とても鮮明に覚えていますということで、なんちゅう話をしとるんこれでもまあすごいウルトラミュージックパワーが多分好きだったんだろう、ね、そうですね、これで元気になれる子だったんだろうね、頑張れたんですね。確かにな、5歳で座薬を入れるのは結構嫌な初体験、これは。そうですよね、音楽が助けてくれたとはい、はい、ということでございます、はい、ではもうこれ次いっちゃっていいですかね。はい、あ、読みますか。あ、じゃあもう一個いきますね。はい、はい、漏れなくついてくるさん、うん、初めて聞く前に壊した CD はクリーピーナッツさんのかつて天才だった俺たちへですめっちゃ最近の話やおいくつなんでしょうね、うん、友達が誕生日プレゼントとして買ってくれたんですが、嬉しすぎて CD を落としてしまい、ひびだらけ。友達には死んでもそのことは言えません。わあ、ら、あらあら、これはちょっとね、うん、なんか結構最近の話じゃない。そうですね、でも嬉しすぎて CD 落としてしまうんですからね。どういう嬉しい、あの、表現をしたんだろうね。うわーってやっちゃったのかな。ってなったんですかね。しかもさ、 CD って意外と落ちてもさ、そんなに日々バリバリっとはいかないじゃん。そうですね、ぶっ飛ばしちゃったのかな。ねえ、あまあね、はい、まあといういろいろありますけれども、はい、まあははい、ちょっと短いんですけれども、YOASOBI 初となる CD、うん、The Book をリリースするということで、初めての CD にまつわるメールを募集しております。はい、はい、で、ということで、あ、これ次行っちゃっていいのか。はい、日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、夜遊びのオールナイトニッポンゼロ。夜遊びの綾瀬です。夜遊びのいくらです。今夜は僕たち夜遊びが生放送でお送りしています、夜遊びのオールナイトニッポンゼロ。夜の空を飾る綺麗な、夜遊びの綾瀬といくらです。そろそろ1時間です。わあ、あっという間だね。はい、というところで、じゃあいくらさん、メールを紹介していただいていいですか。はい、はい、ラジオネームピトミンさん、はい、ツイッターで気になるツイートを見つけてどうしてもメールせずにはいられませんでした、うん、そこには YOASOBI 初のオンラインライブキープアウトシアター2月14日決定おめでとうございますと書いておりましたけれども、ありがとうございます。これって本当の話で、本当の話だ、ね、本当の話でしょうか本当の話ですか、大丈夫ですか本当の話ですよね。はい、本当の話でございます、ありがとうございます、はい、2月の14日バレンタインデーですね、はい、僕らの初のライブ、オンラインライブです。キープアウトシアターというライブを、はい、やります。ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ついについに遊びのライブですよ、ライブを、うん、やることになりまして。そうです、いろいろと紅白でね、歌唱があったりだとかで、うん、こういろんな、まあ、CD が初めて出たりっていう中で、はい、今度は初のライブです。はい、意気込みをどうぞ。頑張っちゃうよ。はい
詳細は追って、はい、あのツイッターだったり SNS で見ていただければと思います、はい、頑張っちゃうよって何やろ、はいはい、はい、ということで、はい、一部地域の方とはここでお別れになります。この後もお聞きいただける方はお付き合いください。夜遊びまだまだ続くよ。それでは行かせていただきます1,2,3ターン夜遊びのオールナイトニッポンゼロ。顎出したの初めてですよ皆さんの前で、すごいね、うん、すごいねっていうコメント女子に対して良くないと思いますよ時刻は4時になります。改めましてこんばんは、夜遊びのコンポーザーの綾瀬といくらですはい、ね、はい、前回の放送のジングルでそうだ、ね、やらせていただきましたので、ね、ちょっと引き続き今顎出させていただきましたけれども、はい、ということでオールナイトニッポンゼロ、今夜は僕たち夜遊びが担当しております、はい、ということでメールが届いています。紹介させてください、はい、ペペロンチーノ滝沢さん、あら美味しそう、美味しそう、一瞬でまぶたをひっくり返すことができます。あれね、やる人いますよ ね、 すね、うん、指でつまんで、ひっくり返したり、泣いているふりをして手のひらを使ってひっくり返すことができます、うん、一見グロそうに見えますが、夜遊びのホラー担当として貢献できると思うので、ぜひよろしくお願いします。新しすぎる新しい、いるよね、でもこれひっくり返ってさ、ね、いますよね、維持できる人。ホラー担当か、まあ、俺あの人のまぶたのその裏のさ、うん、赤みみたいなの、うん、結構無理なんだよね。あれちょっとこれは俺あれ見るの結構無理なんだよね。綾瀬さん的にはもしかしたら不採用。そう、なんか俺あんまり人体感じるの苦手だから、人体感じるのにちょっと厳しいかもな。もう一通読んじゃっていいですか。はい、20歳の方、うん、ミクロミッツァさん、はい、吉野家の牛丼の並盛りが1つ380円ということを知っているので、うん、みんなでいる時にお腹が減って吉野家の牛丼の並盛りが食べたくなった時は、うん、1人380円だよと素早く言えます。すごい、もう俺ら知ったしね、今ね、うん、もう知ったしね。で多分言うね、うん、俺らもね、彼にそういうシーンがあったら ね、うん、すごいな。まあだからお腹が空いた時には、うん、私のその助言のおかげで、うんうん、安く食えるということを思い出せるっていうことでしょ。そういうことなんですかね。すごい角度からいくな、うん、2,3 点してるもんね、うん、でも私たちお肉めっちゃ好きですよね。そうだね、あと、うん、そんな安く食えるんだって今思った、うんうん、情報としては、情報としては現時点で確かに1ポイントもらってるから、今の他の人たちの中でもしかしたら、ね、なしではない、まぶたよりはあり、うん、
まあちょっと保留ということでよろしいでしょうか。一旦保留にさせていただいていいですか。はい、はい、ということで、引き続きあなたからのメールをお待ちしております、はい、メールアドレスは yoasobi@allnightnippon.com yoasobi@allnightnippon.com にお願いします。人々が寝静まった深夜4時、夜更けの東京有楽町の片隅に明かりが灯る。鳥居をくぐると見えてくる小さな社、誰も知らないその神社の名は夜遊び神社。どうも、神主の綾瀬と申します。ここは東京有楽町にある夜遊び神社。悩み事や応援してほしいことを打ち明けると、夜遊び神社を司る神イクラ神がエールを送ってくれる大変ありがたい神社でございます。イクラ神、何卒よろしくお願いします。何でもどうぞ。イクラ神のエールはですね、おみくじシステムになっております。さて、これどういうことかと言いますと、イクラ神がいろんな人物に憑依をして応援してくれるというものになっております。しかし誰に憑依するかっていうのはもう僕もイクラ神本人もわからないので、おみくじというおみくじを引いてね、あの決めちゃいましょうということでございます。はい、はい、それではまずおみくじの説明をさせていただきますね。私からお願いします。はい、大吉ですね。まず、大吉はプリティイクラちゃんというふうになっております。プリティイクラちゃんに憑依するという意味ですね、はい、ただですね、こちらのめったに出ない、はい、だが出たとしたらめちゃくちゃ可愛い。恋愛運、健康運、金運爆上がり、給料 2000% アップ、男子は白石、モネさんすみませんの二の彼女、女子は吉沢亮さん二の彼氏ができると評判、うん、すごい、何でも叶う、全てが。ただあのスタッフさんには基本的に出ませんって書かれてるんで、うん、大丈夫ですか。すごい強く書いてありますからね、うん、でもちゃんと入ってるそうなので、入ってるそうなので、はい、聞いたあなたは結構運がいいですよ、はい。そしてですね、基地はアントニオ猪木さんですね、はいはい、例のプロレスラーですね。前回の引き続き、はい、はい、プロレスラーの方です。元気があればなんとかというエールがもらえますというふうにここ書いてありますからね、僕のせいじゃないですかね、はい、はい。そして今日、結構すっ飛んで今日、ここはアニマル浜口さんが憑依しまして気合だ気合だでおなじみのエールが送ってもらえるんじゃないかということですね。まあ今日引いちゃうっていうのはやっぱ気合が足りないっていうことですかね、うん、そういうことですね、はい、はい。そして大凶ですね、はい、一番下になっちゃいます。こちらは、YouTuber クラちゃんになっていただきます。クラちゃん、クラちゃんですね。まあイントネーション的にはクラちゃんがいいでしょうね、はい、こちらのフワちゃんさん、そうですね、インスパイアということで、はい、何気 YouTuber クラちゃんとしてタメ口でエールを送ってくれます。タメ口でいっちゃうよ、はい、ということで、それでは早速参りましょうかね、はい、いきますか、はいはいはい、いやガラッと雰囲気変わりましたねどう言うって思っちゃうけどね、うん、はい、はるかすさんですね、はい、明日ずっと好きだった女の子に告白します。あら、来ましたよ、告白。恋愛系には強いです、はい、いくらしん、あら、はい、応援してくださいということで、はい、お電話じゃあかけていきましょうか、ね、あ、もう繋がっている、繋がってる、あら、もしもし、もしもし、もしもし、わあ、聞こえております、こんばんは、おはようございます、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まずじゃあはるかさんは学生さんですか。はい、学生です。あらあら、あら、じゃあちなみにその好きな女の子、好きだった女の子に告白するっていうことなんですけど、うん、同級生とかですかね。じゃあ、はい、同級生ですね。ああ、クラスも一緒みたいな感じですか。あ、はい、クラス一緒です。うわ、もう学校ってちなみに始まってます、まだかな。新年明けてはまだ始まってないですね。あ、なるほどなるほど、はい、で明日ついに告白すると。はい、ちなみにそのシチュエーションはどんなところで告白しようと思ってるんですか。シチュエーション、明日ちょっといろいろ遊びに行く用事を立てて、うんうん、その帰りの電車で見ようかなっていう、電車の中でこそこそ話みたいな感じで、こそこそ話みたいな感じで、まあね、あんま大きい声では言えないよ ね、うん、ね、うわ、そうですね。ちなみにあの、はい、言えればでいいんだけど、そのセリフみたいなのはもう決まってます、はい、が決まっ
ってなくてですね。なるほどですね。なるほど、じゃあこれはイクラシンの応援を受け取ってからね、またいろいろ決めると、はい、確かに。もしかして聞いてるかもしれないね、相手の子が聞いてるかもしれないから今。そうもしかしたらですね。はい。だから今、まあ、言わずにね、イクラシンのエールを、うん、あ、ちなみにイクラシンにはどんなエールをしてほしいみたいななんかオーダーはありますか？なこと言われてもね、何がいくらしいっていう話だからね、そもそもね。絶対成功するだろうなって思える。間違いない、その通り。どうにかすべ、何が当たったとしても、はい、どうにか叶えてみせます。そうですね、いくらしい、頑張ります。任せてください、いくらしいのパワーを聞いてください。じゃあここからおみくじをね、引いて聞かせていただきますね。わあ、はい、何が出るかな。大凶クラちゃん。いや、まだこれはね、あの、うん、そうそう、ハルカスさんが大凶って意味ではないからね、これは。なるほど。はい、じゃあ、私、YouTuber クラちゃんが憑依して、イクラシンのエールですね。はい、じゃあ、いいですかね、言っちゃって。イクラシン、エールの方、お願いします。一回クラちゃん下ろしてきますね。もうどうぞ、タイミングでどうぞ。ね、うん、はい。あ、降りてる、降りてる。はるか、明日告白すんの？やっぱりね、ストレートがいいよ、やっぱり。うん、ということでエール送っちゃうね。絶対できるから頑張ってね。これちょっとね、ローラさん、ローラさんとかだったくない？今の。わかんない。なんか俺の知ってるあの YouTuber のあのフワちゃんさんとちょっと違ったよな、イメージが。あれ難しい。憑依しきらなかった。憑依しき、ローラさん降りてきちゃった？私ローラさんのモノマネの方が上手なんですよね。知らんけどね。全然関係ないけど。でも私の伝えたいことは伝えました。そうだね。ストレートに行くのがいいということだもんね。ストレートが一番いい。はるかさんどうですか？今のエールを受けて。はい、そうですね。コメントしづらいよね。困らせてる、困らせてるからね。ちょっと私が悪かった、ごめんなさい。でも、あの、はい、本当にストレートがいいっていうことと、うん、本当、はい、うん、頑張ってくださいっていうことはお伝えしました。はい、まあ、あの、いくらちゃんは本当にね、恋愛においてね、いろいろこう、なんか考えを持ってる。ね、あの、よくそういう話をするからね、恋愛的な感性みたいな話を。いつも言ってるから、ストレートに伝えるのが一番いいと思う、みたいなの。いろいろね、考えすぎちゃうとね、良くないから。だね、ということでございます。はい、わかりました。すいません、はい、なんかエールになったかな、大丈夫かな。なりました、ありがとうございます。よかった、ちょっと本当に応援してるので頑張ってください。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、バイバイ、頑張って。はい、はい、ということでちょっとクラッちゃん、クラッちゃんね、ちょっとね、憑依しきらなかったかな、憑依しきらなかったかもしれないですね、別の人が降りちゃったかな、うん、はい、ということでじゃあお次行ってみたいと思います。はい、大阪府の片幅大爆発さんからですね。はい、大好きになった女の子と付き合って3週間、うん、うん、誕生日とクリスマスに奮発して5万円のプレゼントをあげました。あら、ところがその1週間後にやっぱり好きになれないと振られてしまいました。あら、プレゼントが欲しかっただけなのでしょうか。年が明けても気持ちは晴れずずっと落ち込んでいます。いくらしん様どうかお救いください、ということでございます。これは辛い、ちょっと辛いね、うん、これは辛い、うん、あ、お電話も繋がっているということで、もしもし。はい、もしもし、肩幅大爆発さん。まずちょっとお名前が、うん、衝撃的ですけど、ね、肩幅さんですね。そうなんですか、肩幅広いんでしょうか。あ、めちゃくちゃいいことじゃないですか。水泳とかやってたのかな。あ、そうなんですか ね、肩幅広い男子かっこいいですからね、うん、はい、ということで今ちなみに学生さんとかですか。社会人の。あ、社会人さんになります。あ、なるほど。ちなみにその大好きになった女の子っていうのは、うん、年下年上とかはどういう感じですかね。社会、同じく社会人1年目の。あ、なるほど。じゃあもう同い年の女の子でという、うん、社会人1年目。はい、なるほど。同じ会社とかですか。あ、確かに同僚の方みたいな感じですか。いや、会社は違うんですけど、あの、うんうんうん、同僚の紹介。あ、なるほどなるほど、なるほど。で、誕生日とクリスマスに奮発して5万円のプレゼント。いや、だって社会人1年目での5万円って、うん、いや、誰からもそうだけど、うん、マジ高いよ。高いですよね、マジで高いよ。
経験がありますか。いやだってめっちゃいろいろ買えるからね5万円、まあ、そうですよね、うん、ところがその1週間後にやっぱり好きになれないと振られてしまったという、まあ、ちょっと悲しいお話なんですけど、ごめんなさい言えたらでいいんですけど、うん、何をプレゼントしてあげた、はい、何を買ったんでしょうか。1万円ぐらいのピアスと、うん、1万のピアス、4万円ちょっとのキーポーチ。うわいやそれいいやつだって。いいキーポーチで4万円か。だって俺おとといキーポーチ買ったけど2万3千円ぐらい、うん、それでも結構なんか高いなって思いながら買ったのに、うん、しかもピアスの1万円も結構高いよ、うん、高い、うん、うわそうか。それは奮発してね、うん、でも振られちゃってっていう、まあ、ちょっと悲しいお話なんですけれども、うんうんうん、これは気持ちは晴れないですね、年が明けても。そうですよね、ちょっと私にできることがあれば、うん、ちょっと応援させていただきますね。これは応援したい、俺の気持ちも乗せたい、うん、じゃあおみくじいっちゃいます。よし、いいの来い、いいの来い、うん、いいのってなんだわかんない。はい、キチアントニオ。あ、来た、アントニオ来ました。来た、前回もご好評のというタレですけど大望の好評だったのかな。それはちょっとわからんけど、うん、はい、ということでね、でじゃあ、アントニオ猪木さんを下ろして、はい、はい、肩幅大爆発くんでしたっけ。そうです、はい。では大爆、顎大爆発させてください。よろしくお願いします。ちょっとね今日はミクチャ配信もやってるのでちょっと顎注目していただいたら、うん、嬉しいですけど、はい、では行きますね。はい、お願いします。肩幅大爆発くん、あのね、どんなに悲しいことがあっても元気があれば何でもできるんだよ。君に元気はあるかい。今はないね。だから私が元気を注入してあげるよ。いくぞ、1、2、3、ダーはーい。いや、よかった。え、あれ繋がってる、あれ、もしもし、はい、繋がってる。ほらもう届いてなかったら止まっちゃう。今の届いてなかったらやばいよ。いやどうですか、ちょっと元気出ました、出たような気がします。あ、よかったよかった、 よかった気がするだけでもね、うん、いやでももうこうやってうん、ちっちゃいこととかでも笑っていってね、うん、もう忘れていくだったりとか前を向いていくとか、うん、でまだでも1週間後だからね、うん、まだしかもまだどうなるかわからないので、うん、僕本当に応援しています、うん、とっても悲しいなと思ったので、うん、はい、夜遊び一度応援しておりますので、夜遊び一度応援しております。はい、はい、頑張ってください。頑張ってください。はい、いいことがありますように。はい、すいません、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。はい、はい、ということで、まあ以上になるんですけれども、どうでした、イクラシーン。もう途中から設定関係なかったけど、いやなんかちょっとね、うん、新しいやつはもうちょっと勉強しておかないとダメだな。そうだね、ちょっとね、クラちゃんの話ね、クラちゃんの話、うん、アントニオは2回目だったんでちょっと自分的にはそうだね、安定感はあったんですけど、安定感あったんだけどね、うん、まあ、確かにね、しかもねこれ意外と画面で見てる人とか音声で聞いてる人はね伝わらないと思うけど、うん、意外と本当にこの真正面で見るとね結構面白い。あなた失礼なことを言って、ね、シュールなのよね、すごい。私はこれだけ体張ってやってるのに頑張ってんの、ね、いつもちゃんとね人の目を見て喋れる子なんですけどね。これやってる時は下向いてるんですよ、ちょっとね。恥ずかしさがあるのかなと思って。さすがにね、ちょっと目の前にね見れないです、ね。いやでもいいエールがねできたと思います。以上、はい、夜遊び神社のコーナーでした。はい、日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、夜遊びのオールナイトニッポンゼロ。
YOASOBI の綾瀬です。YOASOBI のいくらです。今夜は僕たち YOASOBI が生放送でお送りしています。せーの、 YOASOBI のオールナイトニッポンゼロ。はい、ということで、生放送でお送りしてきた YOASOBI のオールナイトニッポンゼロなんですが、今夜は3人目の YOASOBI メンバーオーディションというテーマでメールを募集してきております。はい、では一通ここでメールを読ませていただきたいと思います。はいはい、コアラ並みに寝たいさんですね、うん、宮城県仙台市の方でございます、うん、幼稚園の泳ぎ会でトライアングルを演奏したのでトライアングルリストとして参加したいです。もうすごいストレート。かわいいなんかいい、わかんないけどね、普通にそのかわいいっていうようなあの全然超大人の人なのかもしれない。あ、そっかそっかそっか、日本人そうか、そうどうなんだ、でもなんか幼稚園のお遊戯会でトライアングルを演奏したのでってなんか最近感あるよ、ね、最近感でもこんな文章しか思わない、ね、いやでもトライアングリストってさ、うん、多分そのガチみたいな話で言うと結構相当な腕前というかさ、うん、そうすごいはずなので、うんうん、これはなんだろう、音楽的にもね、うん、必要か必要じゃないかっていうのはちょっと一旦考える余地があるけど、うん、でもプラスアルファとしてマイナスには絶対ならない、うん、ならないですね、うん、ただ毎曲すべてにトライアングルを入れなきゃいけないっていう制約ができる可能性があるけどねメンバーとして入れたからね、うん、はい、確かにという感じで、じゃあ次じゃあちょっともう一ついっちゃっていいですか、はい、顎おさむさん、アピールポイントはラジオネームの通り顎です。顎でくるみも叩き割りますし、餅つきもします。隕石が落ちてきた時には僕を隕石に向かってぶん投げてもらえれば顎で隕石を割って地球を守ります。はあ、すごい、え、ね、顎が何強いの、顎が強いらしいですよ顎が硬いみたいなことなのかな、でも、うん、だって隕石落ちてきた時に守ってくれるんですよ、うん、そうだね、まあその彼の言うことがもう本当だったとしたら、うん、絶対に必要だもんね、人類絶対必要人類に必要だから、人類的に必要、そうだから、そのそういうピンチに地球がなった時に、うん、YOASOBI のメンバーからそんなヒーローが生まれた日には、うんうん、YOASOBI ももう大躍進ですよ、ね、うん、株が上がって人類からみんなから世界を救ったという、ね、うん、感じになるんですけど、ちょっとこれは有力ですね。そうね、だって嘘つくわけないからね、うん、本当に守れるんだと思うので、うん、これはかなり有力かもしれない、うん、はい、はい、ちょっと審議ですね、はい、ということでいろいろとこうメール読んでいったんですけど、いくらさん最後に、はい、メンバーオーディションを今ざっと読んできました。気になった人、誰かパッと印象的だった人を一人挙げていただいてもいいでしょうか。そうですね、私的にはいろいろありましたが、はい、一番手のコンポーターさん、うん、パンパパンさんですね。パンパパンさんのね、コンポーターっていうのはちょっとうますぎて、そうです、ね、そしてなんか美味しいコンポタージュ作ってもらえたら頑張れそうと思いました、うん、そう、なんかね、コンポタージュっていう響きの安心感すごいあるよね、わ、うん、かる、あるある、まあ、誰よりも美味しくコンポタージュを飲むことができるというアピールで、うん、はい、いただいてたパンパパンさんが、じゃあゆきらちゃんは印象残ったと、はい、いうことですね。じゃあここパンパパンさん採用か不採用かをもう決めちゃいましょうかね。ゆきらさん、もうゆきらさんに決めてもらおう。ゆきらちゃん、採用か不採用か、どうでしょう。あ、不採用、不採用、不採用、いや本当に、うん、いや必要だなと思いました、うん、ただ、うん、今ではないかも、うん、そっか、うん、今コンポタではないかもしれない。ちなみに僕も一応考えて、はい、まあ、正直不採用だなと思ったんですよね。でもすごくあれ、あの癒しという意味では、うん、はい、これから必要になってくるんじゃないかなと思うので、ちょっとまた次回以降募集した時にはまた、そうですね、はい、ちなみに僕は全く必要ないと思ってました、はい、面白かったです。たくさんのご応募ありがとうございます。たくさんのご応募ありがとうございます、はい、いつかご一緒にやりましょう、はい、もうじゃあエンディングじゃあ、すいません、
YOASOBI の綾瀬です。 YOASOBI のいくらです。今夜は僕たち YOASOBI が生放送でお送りしています。 YOASOBI のオールナイトニッポンゼロ。綾瀬です。いくらです。エンディングも近くなってきましたが、最後に、まあ、2020年本当に僕ら怒涛の1年でしたが、2021年の YOASOBI についていろいろちょっと話していきたいんですけど、はい、もうズバッと目標ですね。いくらさん、うん、YOASOBI の2021年の目標一言でズバッと言いますとですね、はい、今年は私たちが引っ張っていく年にしたいです、うん、その通りでございます、はい。まあ、これはねどういうことかというと、やっぱり2020年はもう夜にかけるが、うん、もうビルボードジャパンで年間首位を獲得させていただいたりとか、はい、ストリーミング史上最速3億回突破みたいな、うん、本当に夜にかけるに僕ら手を引っ張っていってもらって、うんうんうん、2020年は駆け上がっていったなという、はい、あの本当にありがたいお話で、というそういう感覚があるので、今度はもう2021年は YOASOBI、僕らがもうどん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 引っ張っていって、どんどん新しいことにチャレンジして YOASOBI をもっと知ってもらって活躍していきたいなというふうに思っておりますので、はい、それでは、最後にこの曲をお送りします、昨年の紅白歌合戦でライブ初披露、そして私たち楽屋に戻ってからも、大号泣しながら、ハイタッチしました。私たちの、はい、原点の曲になります。それでは聴いてください。 YOASOBI で夜にかける。お送りしたのは YOASOBI で夜にかけるでした。あ、これ言っちゃっていい。あ、YOASOBI のオールナイトニッポンゼロ、すいません、そろそろお別れの時間です。いくらさん、どうでしたか。いや、1回目の時よりリラックスしてはできたと思うんですけど、リラックスはしてた、はい、私も俺もリラックスはしてたうまくいったかどうかでいうと、うん、だいぶ下ったというあれはある。でも進歩したと思う、多分、ね、もっとうまくやりてえな、うん、また次回もあることを信じて、うん、はい、
そうですね。そして、明けてですね、今日ザブック、私たちの初めての CD ザブック発売します、うん、はい。そしてこの後スマートフォンアプリのミクチャでアフタートークがありますので、そちらもぜひご覧ください、はい、ということで最後に1通だけメール紹介させてください、チワワの空振りさんからです、うん、お二人のトークを聞いたクリーピーナッツさんは今頃触れ上がっていると思います。ゆくらさん、はい、クリーピーナッツさんに猪木さんで激励を送ってあげてください。そんなことしていいんですか？ね、おこがましいけれども、まあちょっとここはね、はい、猪木さん、猪木さんでいきますね、はい、ダーッちょっと省略バージョンでカウントもなくね、はい、ということで夜遊びのオールナイトニッポンゼロ、ここまでのお相手は、はい、夜遊びのコンポーザー綾瀬といくらでした。それではまたいつか、お会いしましょう。せーの、バイバーイ。はい、こんばんは、夜遊びのコンポーザーの綾瀬です。いくらです。はい、ということでオールナイトニッポンゼロ、僕らやらせていただきましたけど、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。いやどうでした？いやちょっとね、うん、でも楽しかったですよね。楽しかったんだけど、うん、あ、だから今回は楽しいを、うん、が勝ちすぎたというか、うん、前は緊張めちゃめちゃしてたからうんうん、いろいろとこうさ考えることも多かったんだけど、うんうん、なんか楽しかったから、うん、でそれに対しての余裕を勝手に見せようとしてたから、うん、段取りすっ飛ばしてるみたいな読むとこ忘れてるみたいな、うん、なんかそういうのよね。これなんか次もう完璧成形いけるんじゃないかって、これ次がだから完成形にいける感じの手はずがこう整ってるよね。あの間ぐらいを取って楽しみながらリラックスしてやれれば最強だから、うん、っていうその次をほのめかすみたいな次をやらせてほしいという気持ちをいやそうなんですよね、うん、確かにね。こうコメントでもちなみにプリティはどんな感じだったのかなってきてる、ね、プリティね、プリティね、プリティいくらちゃんね、やらないですよ。やると見せかけてやると思ったでしょこれはね、あの企画だからやるんですね、はい、まあでも本当にあの、うん、またねやりたい。僕ら本当におしゃべり好きなので、そう本当にね喋るの大好きなんですよ私たち、うん、なのでまた本当に、うん、あのいつかやれたらいいなと思っていますので、みんなもハッシュタグとかでバンバン盛り上げてくれたらまた次があるかもよということで、はい、はい、またいつか、夜遊びやりたいので、いつかあのやりたいのでお願いします盛り上げてくださいはい、はい、では、またいつかお会いしましょう。以上、夜遊びの綾瀬といくらでした。バイバイ。これはカメラはどこだ。こっちこっちこっち。バイバイ、おやすみ。